どうもこんにちは、速稼塾の久保です。今回ね、YouTube からシークレットのお誘いが来てるのに気づきました。まあ、メールで来てるんですけども、 YouTube Next Up Japan 2021ということですよね。まあ、今年も終わろうとしてる時に、まあ何なんでしょうかね、 Next Up っていうのは。来年のために何かこうやろうぜ、ああやろうぜっていうやつでしょうか。なんかコンテストみたいです。皆さんのところに届いてないですよね。多分ね、これね、チョイスされた人だけ、限定的な方だけなんですよ。だからちょっと貴重なメールだと思って紹介してるんですけどもね。しかも届いたのが昨日なんですけども、コンテストのエントリーは2022年12月17日までとなりますということですね。だからエントリーは1年ぐらい先まであるわけですよね。このチャンスをお見逃しなくと。何のチャンスでしょうか。で、YouTube Next Up は有望なクリエイター、登録者が1万人から10万人。あ、だからだ。私1万4千人以上いますんで、これが届いたわけですよね。ほとんどの方は多分届いてない。登録者が1万人いってないから、これ届いてないでしょうね。で、1万人から10万人のチャンネル登録者を持ってる方を育成するためのコンテスト。で、このコンテストでは応募者の中から12人の入賞者が選出され、業界と制作の専門家からスキルやノウハウを学べる3週間のバーチャルキャンプへの参加チャンスを獲得できるということで、成長のためのチャンスになりそうですね。で、入賞者には特典として YouTube パートナーシップチームからの継続的なサポート、おー、制作機材に向けた10万円相当の機材支援も用意しております。ご応募にいただくにあたり、よくある質問についてはこちらをご覧くださいということですね。ご応募はこちら。なるほど、応募できますね。コンテストのルールこちらになってますね。ああ、こういう風になってるんですね。なるほど。まあ、コンテストのルールは全部で10枚ぐらいファイルがありますね。これちょっと読ませていただきつつ、じゃあこれを、まあ、応募するでいいのかな？サイン。うん。じゃあこれで応募するにさせていただいて、はい。応募できたかな？応募条件を満たして YouTube チャンネルをお持ちの方は、日本での Next Up クラスの参加権をもらえるチャンスがありますと。チャンネル登録者、アカウントがストライキを受けていない、90日以内に3つの動画がアップロードされている。全部 OK ですね、私もね。はいはいはい。で、ここをいろいろと書けば応募できるということですね。いいじゃないですか。じゃあ何にしてもちょっと応募してみましょうね。はい。まあ、こういうチャンスもね、やってくるということで、多分、こういうのが、ほとんどの方には知られないまんま、いろいろと、組み交わされてるんでしょうね。私、Google マップの、方でも、レベル8の、なんかね、コンダクターの資格いただいてて、Google の本社に招かれてますからね、毎年。YouTube の方でもこうやって、いろいろとやっていただけて、なんか心強いですね。世界一の企業がこうやって、タイアップしてくださって。Google からもそうだし、YouTube からもこんな感じで。就職するのはやっぱり YouTube ですね。就職するなら Google ですね。まあということで、まあパートナーシップですけども、まあいわゆる外注社員みたいな感じですかね。なかなかいいお知らせでございました。応募しようかと思います。頑張ります。行ってきます。